今回は小脳性認知情動症候群のシリーズとして障害への対処法をご紹介したいと思います。こちらが小脳性認知情動症候群の、具体的な症状の4つになります。遂行機能障害、空間認知障害、言語障害、人格障害、これらが代表的な症状になるんですが、今回ご紹介するのはこちらの、空間認知機能ですね。要するに空間認知障害についてご紹介したいと思います。この空間認知障害といっても少し分かりにくいかと思うんですが、要するに搬送空間無視や注意障害、そして自己と周囲空間との立体的定義の障害を呈するということになります。で、今回は搬送空間無視ですね、そちらを中心にご紹介したいと思います。で、その前に搬送空間無視の位置づけなんですが、この注意障害と搬送空間無視ともに、大きな概念としてはこの注意機能になります。この注意機能が全般的に障害された時は注意障害であると、はい、でもこの注意機能が方向性に障害された場合、それは搬送空間無視ということになります。この注意の障害の仕方ですね、全体的に注意が障害されると注意障害、それがこう方向性一方向のみ注意が障害されたものが搬送空間無視ということになります。ちなみにこちらの搬送空間無視と搬送身体質にの違いなんですが、これは空間の範囲の違いになります。要するにこのパーソナルスペースですね、体に近い部分の注意が障害されたのが搬送空間無視であると。で、だんだん空間がこう広がっていって、この片側の空間が注意が障害された場合が搬送空間無視ということになります。ですので、この空間の程度によって搬送空間無視であったり搬送身体質になったりするということになります。搬送空間無視を構成する3要素と病巣についてなんですが、前頭葉ではこの自己中心座標が障害されると、頭頂葉でもこの自己中心座標ですね、こちらが障害されます。これはどういうことかと言いますと、自分を中心に左の空間が障害されるということになります。で、片や側頭葉なんですが、こちらの場合は物体中心座標が障害されます。これは具体的にはこう物を描いたり物を見た時に左の半分が見えなくなるということになります。ですので、それぞれ、それを調べるにあたっては、こちらですね、末梢課題を使ったり、こちらの物体中心座標であったら模写課題を与えたりと、というような調べ方になります。ですので、搬送空間無視といっても、大きく2つに分けることができると、自己中心座標か物体中心座標かということになります。で、実際に搬送空間無視の治療戦略としてはこちらの図が分かりやすいかと思います。搬送空間無視の症状が重度の場合は、まずは身体機能訓練や ADL 訓練を中心に行うと。で、その症状が軽度になっていくに従って視覚操作訓練を行うというような流れになります。この身体機能訓練 ADL 訓練というのは、要するに座位保持や立位保持ですね、そういった動作を中心に行うということになります。そもそも症状が重度の場合は座位保持すら安定しませんので、やはりそういった訓練をまず行うと、そして座位保持などが安定してくると、こちらの視覚操作訓練ですね、要するにこちらの机上課題を行っていくと、模写であったり、このペグであったり、そういったことをすることによって無視が生じている方向に注意を向けさせるということになります。で、実際にこちらが治療法になります。今回は治療法の要約だけをご説明したいと思います。詳細については、以前動画で出した搬送空間無視の治療法という動画をご参照いただければ幸いです。実際に治療法としては大きくトップダウンアプローチ、ボトムアップアプローチ、そしてこちら非侵襲的脳刺激などがあります。こちらの非侵襲的脳刺激というのはまだ一般的には行われていない治療法になります。ただかなり効果が期待できていますので、これから臨床で普及していく可能性は比較的高い治療法かと考えています。今現在実際に行われているのは、こちらの2つが代表的な方法になります。で、このトップダウンアプローチというのは意識的に虫側である左に注意を向ける方法になります。
まあ、具体的な内容としては視覚操作訓練であったり、まあ、四肢活性化になります。まあ、要するに、まあ、ペグなどを使って、まあ、左側に注意を向けさせていくと、まあ、もしくはこの四肢活性化というのは要するに左手ですね、左上肢を使って、まあ、左側の空間で、まあ、訓練を行うと、まあ、そうすることによって、まあ、意識的に虫側に注意を向けさせるというやり方になります。で、まあ、こちらがボトムアップアプローチになるんですが、まあ、これは無意識的に虫を改善させようとする方法になります。まあ、代表的なものに視運動刺激、プリズム順号などがあります。まあ、この視運動刺激というのは、まあ、少しまあ言葉で説明するのが難しいんですが、まあ、要するにまあ一点に注意を向けさせておいて、まあ、体を動かすと、まあ、簡単に言うと、まあ、キャスターがついた椅子に座ってもらっておいて、まあ、一点を見つめてもらうと、そしてまあキャスターで体ごと動かすと、まあ、視点が一方向に固定されたままで体だけが動くと、で結果的にまあ眼球がこう動いていきますので、まあ、左側に無意識的に意識が向けられるという方法になります。まあ、この方法も実際したことはあるんですが、まあ、なかなかまあ難しい方法になります。まあ、そもそもまあそういった姿勢やまあ注意を一点に集中してもらうというのが、まあ、なかなかできないことも多いということになります。で、まあ、こちらがプリズム順号になります。まあ、これは要するにメガネですね。まあ、角度のついたまあレンズを装着することによって、まあ、強制的に左側の視野を見えるようにするというような方法になります。まあ、一応まあこのトップダウンアプローチ、ボトムアップアプローチの中で、まあ、このプリズム順号ですね、まあ、こちらが比較的エビデンスが高い治療法になります。まあ、ただまあプリズムメガネを用意する必要があるということになります。まあ、そしてまあ空間認知障害で、まあ、反則空間無視以外に、まあ、こちらまあ視空間認知を刺激する訓練を実施して、まあ、その機能を不活反化を図る学習転移的アプローチの有用性がまあ報告されています。まあ、これは反則空間無視とはまだ違うんですが、まあ、要するにまあ立体的な空間の理解の障害ですね。まあ、そういったものに対して、まあ、例えば、まあ、重複視覚刺激ですとか弁別訓練、あるいは、まあ、積み木訓練が、まあ、これらの認知機能を高めると報告されています。まあ、これはどういったことかと言いますと、まあ、要するに、まあ、こういったように図を重ねておいて、まあ、それをまあ区別して答えてもらうというように、まあ、重なった視覚刺激に対して、まあ、個別にまあ注意を向けると、まあ、あとはまあ積み木訓練ですね。まあ、実際にまあ立体的な空間のまあ障害の場合は、まあ、それを、はい、まあ、直接的にまあ立体的な空間の作業を行うというので、まあ、積み木訓練ということになるかと思います。まあ、このようにしてまあ空間的な認知障害に対してアプローチをしていくということになります。はい、今回は以上になります。